ご覧ください。これ、鹿児島の YouTuber、かのや、しゅんチャンネルさんから参りました、これ。しゅんちゃんのバーベキューソース、ありがとうございます。さて、かのや中央食堂しゅんチャンネルさんの、今回このご紹介いただいたバーベキューソース、最後の使い道としてご紹介したいのは焼きそばです。やっぱこれですね、焼きそばね。今回はトライアルさんでにゃにゃ円でゲットしてまいりましたさあ、この焼きそばを使ってですね、ソースの代わりにしゅんチャンネルさんとこの、このタレを使っていこうと、こういうわけなんですけれども、もういっちゃおうかな。そんなに温まってないけども、いきます。よいしょ。うわー、いい音してる。やべえ、いい音してるわ。あ、肉入れるの忘れた今回野菜とか何も買ってきてないので、ちょっとお肉だけね、ここにぶち込んでいこうと思うんですけど、やべえ、焼きそば超固まってる。ちょっとオリーブオイルを足しつつお肉入れていきます。よいしょよいしょよいしょ。こんなもんかな。もういっとくか。ちょっとだいぶ早いですけど、麺がほぐれないんでね、ここにソースを入れていきます。おお、いい音。ほぐれたほぐれた。あ、いいね。思ったよりいい感じに麺とも絡んでいい色になってるね。あ、いいわ。結構いい色になってきてるわ。うわうわ、めっちゃいい匂いするな。やこれ、あ、やばいやばいやばい、俺これ来たかも。うわ、神の味来たかもしんねえ。これこんなもんかな、こんなもんかな。いや、ちょっと味薄かったら嫌なんで、ちょっと足そう。ここは足していこう。うわー、いい、いい色してんじゃんお前ら。ちょっとやっべえなおい。うわ、超辛むし。何これ、焼きそばソースじゃね、本当に。これ完成です。やばいね、この色。ではこれをお皿に持っていきます。うわ、うまそう。やっべ、あ、やべえなこれ。あ、来たなこれ。しかも全然くっつかねえぞ鍋に。よくできてんなおい。はい、というわけで中村健太郎特製しゅんちゃんのバーベキューソースで作った焼きそばでございます絶対うまい、もう間違いなくうまいやつです。いただきます。うわ、これ絶対うめえやつだ。最高、やばい。うわ、これやばいの来た。分量とか見とけよかった。これやばいっすわ。うん、焼きそばにしたことで花岡胡椒がすんっごい引き立ってる。あ、これが一番うまいかも。うん、やばいの極めちゃったこれ。これやばいな。うめっ、うますぎる。これうますぎるぞ。ちょっとこれ冗談とか抜きで本当にうまい、本当にうまいっすよ。花岡胡椒のこの辛さがしっかり効いてるこいつは。ごちそうさまでした。いや、これ最大の発見かもしれないです。マジでうめえ。しゅんちゃんやったことあんのかな。これでね、焼きそば作ったらマジうめえよ本当に。
ぜひ皆さん試してみてください。宣伝してもどう頑張ってもですね、インターネットで売っておりません。こちらはなんと、旬チャンネルさんがやっています鹿屋中央食堂とか焼肉屋さんね、ログガーデンフォレスト、こちらでしか売っておりません。ぜひ皆さん欲しいという方は、こちらね、鹿屋中央食堂などに行って手に入れてみてください。まずは旬チャンネルのチャンネルの方にですね、おいよこせと、ぜひ皆さん書き込みをいただきまして、なんなら郵送で販売したら俺はいいんじゃないかなと思うんですけども、本当にありがとうございました。とても美味しかったです。またね、遊びに行きますね、旬チャンネルさん。ぜひまた今度は買いますから、ぜひ買わせてやってください。ありがとうございました。お相手は中村健太郎のけんちゃんでした。さよなら。なかなか合わねえなこれ。さつまジャパン TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。さつまジャパン TV のさつましんです。変わらず社名です。この度チャンネル名がさつまのファイル改めさつまジャパンと変わりました。今後ですね、鹿児島の魅力をどんどん伝えていければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。皆さんも、この動画を拡散していただいたりとか、さつまジャパンという名前で検索していただいて、動画の視聴とか、チャンネル登録、動画の拡散、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。というわけで明日までドキドキします。お来た。